くりしていってね。皆さん、おはこんにちばんは。レボリューショントレインズが兼ねてより進めていた、クラス321、320の N ゲージ化が、ついに形になり、2022年2月以降、順次発売となりました。クラス321は4両編成の電車、クラス320はスコットランド向けの3両編成の兄弟車種です。クラス321を含めたレボリューショントレインズのほとんどの製品は、クラウドファンディング方式、すなわち全額もしくは一部前払い制で予約を募り、生産に移行するのに十分な予約数以上を確保し、予約者向けに販売するという手法をとっています。クラス321は2020年8月に予約が締め切られました。今回、製品の設計は、レボリューショントレインズの多くの過去製品の製造を手掛けてきたラピードトレインズが、製造はソニックモデルズが担当しました。国鉄時代のネットワークサウスイースト塗装、ロンドンミッドランド塗装、ストラスクライド初期塗装、現行スコットレール塗装など、様々な形態が作られました。私のところには、クラス321のシルバーリンク塗装アナログ仕様が2編成いますので、見ていきましょう。蓋を開けるとまず説明書が出てきます。この後ここで解説もしますが、大事なことが書かれています。最初の塗装サンプルがあまり実写に似ていなかったので不安がありましたが、実際の製品では色調が修正され、ほぼ完全に私の記憶通りになってくれました。つま面です。通電カプラーがついています。これにより、DCC で走行する際にデコーダーが4両編成中1個で済みます。床下機器は抜かりなく作り込まれています。2つあるスイッチはライト用です。先頭部分にはダミーカプラーがついていますが、根元は NEM ポケットになっているので、これを付属の NEM カプラーに取り替えれば、先頭側を連結できるようになります。中間の動力車です。日本ではえらく昔から当たり前ですが、窓下に収まる動力機構になっています。どこのメーカーとは言いませんが、イギリスでは未だに分鎮モーターが健在な中で、これはありがたいです。先ほどとは異なる形状の通電カプラーです。支流合わせないと連結できない構造なので、車両の向きを間違えることはないでしょう。パンタグラフや周りの造形も抜かりありません。ブレックネルウィリスパンタグラフは、過去のレボリューショントレインズ製品同様、忠実に再現されました。ただし、アームはプラ製なので、破損しやすいでしょう。付属品として、戦闘用の NEM カプラーと、青いプラ製のトングが付属しています。このトングは、中間部分の通電カプラーを連結させるためのものです。線路上で車両同士を押してくっつけようとすると、カプラー根元がめり込んでしまい、しまいには破損の危険があるのです。なので、線路に乗せる前に、トングで両側のカプラーを挟むようにして、車両同士を連結させる必要があります。切り離すときは引っ張るだけです。4両をくっつけてから、線路に乗せるというこの構造、車両をレイアウトに置きっぱなしにするのであれば、あまり問題ないでしょうが、走らせる都度に編成をばらしてケースに出し入れするという日本人的な使い方をするというのであれば、面倒かつ厄介極まりないです。ちなみに、台車はすべて終電対応になっています。イギリスや欧州本土で多く見られるものと異なり、車軸先端に終電盤を当てる、下等などに似た方式なので、車輪の転がりは非常にスムーズです。これは、先頭車のボディを外したものです。なんとこれ、室内灯が標準装備されています。
取り外すことができない代わりに、動力車の基板と、その他の各車両裏面のスイッチで消すことができます。先頭車は2つあるスイッチのうち、後位側が室内灯のスイッチです。さて、見ていくうちに、次から次へと問題が発覚していきます。まず、通電カプラーですが、片方の下面のカバーが外れかかっています。線路上のオブジェクトに接触しないよう、毎回、はめ直す必要があります。二つ目は、中間のホロが、このように傾いている件です。一箇所のみならず、複数箇所あります。これを直すには、一度車体を外さなければならないのですが、まあこれも厄介なことで。一度外すと、ボディと床板がなかなかうまくはまってくれず、組み直すのが結構大変です。三つ目は、片方の編成の動力車の室内灯ユニットが、このように落ちかかってしまっています。これを直すにはまた動力とボディを、と思っていたのですが、どうあがいても動力ユニットを車体から外すことができませんでした。一体どういう車体と床板の組み方をしているかは存じませんが、これでは修繕どころか、PCC デコーダーや室内灯スイッチにすらたどり着けません。四つ目は、通電カプラーのうち一箇所が、すでに車体にめり込んでしまっています。一体どういう組み立てをしているのかはわかりませんが、どこまでこんな組み立て不良に付き合わされるのでしょう。まだまだあります、5つ目。編成を組んだ状態で片方向に走らせたところ、どうも速度が出ず、しまいにはショートしてしまいました。通電カプラーの端子が片方向に寄ってしまい、まさしく噛み合っていなかったのが原因でした。端子の横に細い隙間に工作用紙の切れ端を詰め、端子が噛み合うようにして解決しました。こんなことをしないと正常に走らないものを世に送り出すのって、正直どうなんでしょう？まだまだ終わらぬ6つ目。ポイントを通過しましたが、よく見ると、動力車の隣の台車が少々脱輪しています。何度やっても同じ結果です。かつて LS モデルズ製の客車の脱線問題解決の手段として、台車のネジを緩めたりしましたが、今回も同様に、動力車の隣に来る台車のネジを緩めてみましょう。少しはマシになったと思います。それでも脱線が起きる箇所がレイアウトの他の箇所にもあり、正直、根本的な解決には至っていません。それにしても、このクラス321に限らず、レボリューショントレインズの製品は、どうしてこんなにも不良箇所が多いんでしょう？イギリスの他の N ゲージメーカーでも、こんなひどいものは、なかなか見ません。以前レビューしたクラス90にも、外観パーツが曲がったり欠落しやすかったり、コンテナ貨車 KFA も、一両だけ台枠の針が歪んで台枠にはまっていなかったりと、表沙汰にされることは多くないようですが、とにかく何かしらの欠陥がなければ気が済まないようです。一体、何をテストしたのでしょう？さて、通電カプラーの不具合を修正したので、走行させてみましょう。今のところ、動きが悪いとかモーターがうるさいとかはなく、割とスムーズです。ただ、室内灯が速度域によってはちょっと明るすぎな気がします。あと、戦術の通り、脱線が多いのは本当に残念です。二等制御車、BTSO。トイレ付き二等付随車、DSOL。パンタグラフ搭載の二等電動車、BMSO。一等二等合同制御車、DTCO。
クラス321は、1988年からイギリス国鉄向けに、BREL ヨーク工場で4両編成117編成が製造された近郊型電車。交流 25kV50Hz 可線終電方式で、最高速度は時速 160km です。ロンドンリバプールストリート駅発着のグレートイースタン本線向けにはクラス321/3が66編成導入され、主にケンブリッジ、サウスエンドビクトリア方面へ運用されました。ロンドンユーストン駅発着のウエストコースト本線向けには1989年以降、クラス 321/4 が48編成導入され、ノーザンプトン、バーミンガムニューストリート方面へ運用されました。両者の違いとしては、/3が DTC 一等客室が運転室と前位側のドアの間だけなのに対し、/4は前半分が一等車という違いがあります。後に一部の 321/4 はグレートイースタン本線系統に転属し、321/3 に合わせて一等客室が削減されるなどの改造が行われました。これに加え、1991年にはクラス 321/9 が3編成投入され、ウエストヨークシャー交通公社のリーズドンカスター線などに使用されました。1996年から1997年にかけての民営化により、グレートイースタン本線の車両はファーストグレートイースタン、後のワン、ナショナルエクスプレスイーストアングリア、グレーターアングリアに、ウエストコースト本線のものはシルバーリンクに、リーズ近郊向けはノーザンスピリットに、それぞれ継承されました。2004年以降、シルバーリンクのノーザンプトン以北の運行がセントラルトレインズに移管され、同社がシルバーリンクのクラス321を共同使用するようになります。2007年10月、イングランド中部の大規模なフランチャイズ鉄道会社路線網の再編により、シルバーリンクの車両はロンドンミッドランドに継承されました。2008年以降、ついにクラス321の配置が大きく動くことに。2008年からロンドンミッドランドに、シーメンス製クラス 350/2 が投入され、大半のクラス321を置き換えました。置き換え対象のうち17本はグレートイースタン本線に、13本はファーストキャピタルコネクトの、ロンドンキングズクロス駅発着の系統に転用されていきます。7本はロンドンミッドランドに残り、ラッシュ時の本線と、ウォトフォードジャンクション、セントオールバンスアビー間の支線で用いられましたが、2015年にテムズリンクから転属したクラス319に置き換えられ、7編成とも撤退。これらは最終的に中間付随車 TSOL を抜き3連化され、スコットレールへ転属しクラス320に改版されました。その間に初体を増やしたグレーターアングリアでは、車両保有会社エバーショルトレール協力のもと、交流電動機に乾燥と制御装置の VVVF 化、座席走行感を含む内装の大幅刷新、冷房化や Wi-Fi、コンセント設置やトイレのバリアフリー化など、あと20年の使用を見据えた、延命 N40、いや、レナープス改造が行われました。この工事は2016年以降、30編成に対して行われました。しかし、そんなクラス321にも、いよいよ終焉が訪れます。グレーターアングリアは置き換え用として、ボンバルディア製クラス720をグレートイースタン本線に2019年から投入しようとしていました。しかし、ソフトウェアの問題と、新型コロナウイルスが災いし、営業運転開始が2020年11月に大幅延期されたため、クラス321の置き換えもそれ以降になりました。ヨークシャー向けだったノーザントレインズの車両も、兄弟車クラス320にともども2020年にグレーターアングリアに転属。クラス321はバリアフリーに対応していない未更新車を中心に順次廃車となっていきました。2022年現在、バリアフリー対応の元ノーザントレインズの車両とレナープス編成はまだ運用されているようですが、引退はそう遠くないでしょう。それでも、クラス321の未来は暗いものばかりではありません。今後、エバーショルトレールとアルストムは共同で、アルストムの世界初の量産向け燃料電池鉄道車両アイリンとの経験を活かし、一部編成を燃料電池電車クラス600に改造する予定です。これは2024年の運行開始を目指しています。また2021年には、スウィフトエクスプレス向けに貨物用に改造された1編成がお披露目され、さらに4編成が追加改造されることになっています。うまくいけば、トラックのドライバー不足や交通渋滞の解決、ゼロエミッションに一役買ってくれるでしょう。まとめ。発売前のレビューとは裏腹に、随分と不良箇所が目立つ代物でしたね。大抵は個体差によるものでしょうが、
これはいくらなんでも多すぎかと。クラス321に限らず、このメーカーの他の製品にも不具合が多いですし、これを考えると正直、価格に見合っているのか疑問ですね。製品のクオリティ面は大いに改善の余地があります。ただ、実車の再現度は非常に高く、意欲作なのは認めます。レボリューショントレインズは基本ネタが他のメーカーがカバーしていないものばかりであり、私が重点を置いている民営化後のネタも豊富なので、そういう意味では魅力的なのですがね。多くのレボリューションの製品は、ホーンビーマガジン主催の鉄道模型の賞をいくつも受賞しているだけあって、英国内での支持の高さが伺えます。そんな実績に恥じない製品が世に送られるのを望むばかりです。前回加藤製 BR420 号さん残愚痴った時、冒頭から、がっかり、なんて言ってたけど、今回は違うのかい？まあね、前回は加藤だったし、加藤は長きにわたる実績があるメーカーだし、製品の信頼度も高かっただけに、かなりガックしてきたんだけど、今回はそうではない。個人的にも過去にクラス92などで色々あったし、ロンドンミッドランド塗装をレビューした動画も見ていたから、ある程度覚悟してた部分はあったのだよ。まあ、正直、想定は超えてきたけどね。クラス321も含め、ほとんどの製品はクラウドファンディングによるものですが、台北は商用が一部の模型店にも流通し、日本など海外へ発送してくれるお店からも買うことができます。ただし、値段はクラウドファンディング価格よりはずっと高いです。クラス321は生産に移行できるオーダー数に達するまで時間を要した経緯もあり、在庫が履けた後の再販は絶望的でしょう。そんな絶望の中ですが、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。